これは大したもんだ。バランスはいいね、この車。良かったです。いや本当に良かったです。土屋圭一の辛口愛車チェックのコーナー始まります。さあ今回は、はい、今回はですね、うん、GR カローラです。おお、はい、GR カローラ旬だね、はい、そうなんです。でも GR カローラだけで十分じゃん。まあ十分なんですけれども、ノーマルでも十分早いですよね。それをさらにですね、はい、アフターパーツメーカーブリッツさんがこうチューニングした車を、またブリッツ、今日は渋谷さん持ってきていただきました、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここポイントは、はい、まずテーマ、はい、タイムアタック号。おー、来たね。いいですね、言葉は。分かりやすくていい、ね、分かりやすい、分かりやすい。つくばを今走らせてまして、うん、で、つくばでテストを重ねてる段階なんですけど、はい、それでいろんなまあ、ECU を書き換えてみたりとか、うん、エアロパーツですね、リップスポイラー、うん、ウィングとかつけたりして、うん、あとは足回りも交換して、うん、いろいろテストを重ねてる段階ではあります、うん、はい。これで何馬力ぐらい出てんですか、はい、これで今320くらいです大体。あ、じゃあちょっと上がってるね、はい、本来普通30馬力くらい上がってます、うん、大体、うん、そうだよね、はい、はあ、給排気とコンピューター、給排気とコンピューター、はい、あと足回りと、はい、タービンは書いてない、タービンは書いてないです。あ、なるほどね、はい、タイムアタック号にするのに、うん、はい、いくらぐらいお金、うん、そうだよね、これコンプリートでいくらぐらいかかってるの、まだ商品化してない商品がかなり多いんですけど、うん、300ぐらいいっちゃうかもしれないです、もしかしたら。こんなエアロすごくないですかこれ。いや、これすごいよこれ、ね、ね、ベロ、ね、カーボンで、このリップはすごいわコンビニになんかコンビニに入れない感じがするんですよ。いや、入れない。雪かき、ね、雪かき、ね、雪かき、ちょっとしたテーブルになりそうな、ね、テーブル、そうですね、はい、本当だよね、これ寝れるね、下手すぎ、ね、猫は絶対寝れる、寝れる寝れる、いやーテーブルだよね、かなり出てるんで、はい、ね、はい、はあ、タイムアタック号今つくばで何秒ぐらいですか、はい、これで今1分1秒6くらい出てますね。はい、早い、はい、あの、例えば普通の GR のカローラですとどれぐらいなんですか、はい、1分6、あ、全然違うじゃん、6ぐらいです ね、はい、5秒も早いね、5秒早いんだ、すげえな、それはすげえ、5秒ってすごいですよね、ごぼうじゃないんだよ、ね、早いよ、ね、の5秒はすごいですよ ね、 ねはあ、もうこれ何にもないですよね、そうです、内装も全部、あ、はい、じゃあ軽いわ、シングルにしてます、はい、軽い軽い、ああ、これで大体6、70キロ落ちてます ね、はい、いや、これは軽い、これは、これ本物ですね、これ。いや、そうですね。いや、もうタイムアタック号だから、うん、必要なものは運転席だけって感じよ。本当だね。ローラーとかは入ってないんですか、ね、は入れてないです、ね、はい。え、なんで入れないんですか、これまだちょっといろんなテストをしてるので、うん、まあ今後はもしかしたらつけていくかもしれないですけど、ひとまずこの段階で。じゃあちょっと早速、ね、行ってきますか。お願いします。行ってきます。はい、さあ、それでは、ブリッツの GR カローラ、タイムアタックマシン行ってみたいと思います。分かりやすいね、タイムアタックマシン S タイヤか、下はないか、乗りやすいなこれ。
アタックマシンだけど乗りやすい。マシンだから硬いことは硬いよね、足はね。まあでもその乗りにくい硬さではない。足もちゃんと動いてるから、まあ、これは乗りやすいわ。タイムアタックマシンとはいえ硬いことは硬いけど乗りやすい、乗りやすい。これしょうがないけどね。いやこれは大したもんだよ。これちゃんと曲がる。足がちゃんと動いてる。思ったよりいい、びっくりした。タイムアタックマシンっていうから硬、うん、くてペコペコ跳ねちゃうのかなと思ったら、うんうん、ちゃんとストロークしてるし、しっとりしてた。曲がるための荷重移動も起きるし、四駆とは思えないぐらいよく曲がる、うん、おー素晴らしい。これはなんか久々にいい四駆に乗ったなっていう感じ。おお、ありがとうございます。高評価じゃないですか。すごく嬉しい。おこちら点数楽しみですね。いや、びっくりびっくり、本当に。ありがとうございます。じゃあ土屋さん、これ10点満点だと何でしょう。ここのねヘアピンだけがね、うん、やっぱギア比が合わなくて、なるほど、1使ったらすぐ拭けちゃうし、2使ったら拭けないしっていうのがあったんで9点。おお、ありがとうございます。すごい、いやこれはねレベル高いんだ。嬉しい。いや、いろんなカローラ、GR カローラ乗ったけど、はい、もっと動かなかったり、アンダー強かったり、これはね、しっかりこう足も動いて、曲がろうとする荷重移動を起こしてるし、でタイムアタックっていうほどの足の硬さでもないし、普段乗れるタイムアタックマシン、それすごい。いや、これは乗りやすい。ってことはこれね、もうこれはそれこそ車検も取れないじゃないですか、はい、で実際これテレビ見てる方が、じゃあこの足回りまいったね、購入したいっていう場合は、はい、そこだけでもいいってことですか。そうです、そうです、そうです、大丈夫です。あとはこれトルクだけだね、下のね。ちょっといい、はい、トルクバンドから外れた時にすぐ吹けないから、うん、そこだけだね。なるほど。あとは立ち上がりは悪いってことですか。うん、立ち上がりがね。ただバランスはいいね、この車。よかったです。いや、本当に。いや、びっくりびっくり、ね、本当に。最近ね、街でも乗れるを目指してらっしゃるから、すごくいいじゃないですか。ね、これ離れてないじゃないですか。ね、スピーディー。警報だろ、これ。大丈夫ですか。泥棒だと思われてる。俺泥棒です。乗って帰らないよ、ね、はい、では以上、辛口愛車チェックのコーナーでした。はい、うん。
お知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか、はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは井上さんどんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当に一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に言ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてでトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そしてブレスと、ブレス、ああ、ブレスさんですね、はい、ね、はいはい、板金塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めて全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売開店ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。